お疲れ様です。パーソナリティのあずさっす。今日も動画を見てくれてありがとうございます。さて、今回のテーマは？大地震が起きても冷静な日本人の姿に世界が絶賛をお送りするっす。日本の広範囲に甚大な被害を及ぼした東日本大震災。もう少しで早10年を迎えますが、特に被害の多かった岩手、宮城、福島の3県では、今でもその傷跡は色濃く残っているっす。今回ご紹介する映像は、東日本大震災が起きている最中に撮影されたもので、駅のホームで冷静に地震が収まるのを待つ利用客の方々の様子や、的確に指示を送る駅員さんのアナウンスなどが収められています。動画には外国人を中心に500以上のコメントが寄せられているのですが、そのほとんどが日本人の落ち着きと規律、そして建物の強度を称賛する内容。外国人にとっては驚嘆に値する光景であったようでした。では、その動画をご覧ください。海外の反応。これが他の国だったらみんな混乱してるだろうね。日本人はあんなにも落ち着いてる。なんて規律のある人たちなんだろうか。フィリピン。びっくりするくらいみんな落ち着いてるな。日本人の勇気を心から尊敬するよ。日本以外だったらパニックになる人が続出してみんな一斉に逃げ出すだろうと思う。シンガポール。全員が全員落ち着き払ってる。すげえな。俺だったら落ち着いてなんかいられないと思うわ。アメリカ。日本人の振る舞いを愛さずにはいられない。秩序と規律を保とうっていう意識がすごく高いんだよ。日本に神のご加護がありますように。アメリカ。日本人よ、あなたたちはすごい。あの状況でも落ち着き、勇敢でいられるなんて。その文化と勇気は世界中の人がインスピレーションをもらえるよ。イギリス。冷静でいられるのは地震に慣れているからじゃなくて？そんでもって逃げないのは揺れてる最中だからじゃなくて？もちろんすごいとは思うけど、こういう時に叫んだり泣く人がいないと場が落ち着くからね。アメリカ。日本、地震だ。みんな慌てずに行動しよう。世界。ギャー、なんで地球揺れてんの？全力で逃げろ。逃げなきゃ死ぬぞ。ほら、どけー。ブラジル。なんでみんな普通にしゃがみ込んでいられるんだ？俺だったら何か落ちてこないか心配で仕方ないと思う。行動を突っ走る。鹿のごとく逃げるべきだろう。カナダ。日本人やばい。叫ぶ人もパニックになる人も全くいない。多分、日本の建物は、大地震に耐えることを知ってるんだろうな。だからあんな落ち着いてられるんだよ。それにしてもありえない落ち着きようだが。アメリカ。イギリスだったら全員が一斉に逃げ出そうとして、その混乱で半分くらいの人が命を落とすと思う。イギリス。日本人の落ち着きっぷりに惚れない奴なんかいるのか？俺たちが日本人から学べることは多いな。イギリス。日本人はどんなに厳しい状況に直面しても
互いに協力してそれを乗り越えていく人たちなんだろう。この映像は他の国の人々は持ち得ない日本人の精神的な強さを見せてくれている。アメリカ。さて、2018年には大阪でも震度6弱を記録する大きな地震が発生しましたが、近年は外国人旅行客が数多く訪れるようになったことから、関西滞在中に大阪北部地震にあった外国人客も多かったようです。特に中国のネット上でも日本滞在中の中国人客たちから、こんなに大きな地震は初めて、ホテルの部屋がガタガタと揺れて恐ろしかったといった声が数多く見られたっす。情報収集のためにホテル内のテレビをつけた中国人もいたようですが、テレビで放送されていた大阪の人々の対応や行動が地震よりも印象深かったようです。中国メディアの開始新は、大阪で大きな地震が発生し公共交通機関が止まり多くの死傷者も出たにもかかわらず、人々は慌てふためいたり混乱したりすることなく落ち着いて秩序ある行動を見せていたと驚きを示す記事を掲載したっす。記事は大阪地震を中継していたテレビ番組のキャプチャーを掲載し、地震によって停止した電車から通勤通学の日本人たちが順番に線路に降り、そして一列になって線路を歩いて駅に向かった様子を紹介。また駅ではそのベンチや花壇などに腰掛けて電車の再開を待つビジネスパーソンたちの様子を伝え、大騒ぎをする日本人は見られず、誰もが静かに再開を待っていたと伝えたっす。また小学校でも子供たちはランドセルを背負ったまま校庭に集まり、ふざけることなく静かに列を作って教師たちの指示を聞いていたと紹介。道路に亀裂が入ったり水道管が破裂したりなど、大きな被害が出るほど大きな地震だったにもかかわらず、日本人が秩序を失わずに冷静な行動を見せていたのは、中国人旅行客から見て非常に大きな驚きだったようです。確かにこういうのもなんですが、もし中国で同規模の地震が発生していたら、各地でパニックや暴動が発生しそうです。さて、今更言うまでもないですが、日本では各地で頻繁に地震が起きています。今後30年以内には南海トラフ地震や首都直下型地震が起こるだろうという話もあり、日本人の防災意識は高まっているっす。地震が起こりやすい国は日本だけではなく、巨大な地震は世界の各地でも起こっています。しかしこのように地震が多い国もあれば、逆に滅多に地震が起こらない国もあります。地震大国と呼ばれているのは日本だけではありません。世界で地震が多いとされる国はいくつかありますが、調べてみるとアジアに多いことがわかります。ちなみに特に地震が多いと言われている国は、ネパール、インド、メキシコ、イラン、中国、フィリピン、インドネシア、そして日本の8カ国です。メキシコはココスプレートと太平洋プレート、北アメリカプレートの上にあり、インドネシアは環太平洋火山帯、フィリピンは太平洋プレートの上に位置する国。地震大国の共通点は、このようにプレートの上にあることで、すなわち地震が起きやすい土地にある国だと言えます。日本は地震が多い国と言われていますが、具体的には世界で起こる地震の 15% は日本で起きていると言われています。日本は4つのプレートの上にあり、これは世界の中でも非常に地震が起きやすい場所になっています。そのため世界で生み出される地震エネルギーの 10% から 20% は日本の周辺に集中しており、体で感じることができる有感地震だけでも年に2000回以上は起きているっす。つまり大きなニュースになっていないだけで、震度1や2の地震は毎日のように起こっているのです。2011年3月11日に起こったマグニチュード 9.0 の東日本大震災は、インフラが整った日本において
最大規模の被害が出た地震でした。9年経った今でも、復旧作業が完全に終わっていない地域もあるっす。東日本大震災は、世界観測史上最大の地震である、マグニチュード 9.6 のチリ地震や、インドネシアの観測史上最大の地震である、マグニチュード 9.3 のスマトラ島沖地震に次いで、大規模な地震となりました。しかし、世界には多くの地震大国がある反面、この100年間、マグニチュード 6.0 以上の地震が起きていない、地震の起こりにくい国もあります。それは、ドイツ、フランス、スイス、エジプト、オーストラリア、ロシア、といった国々です。なお、以上の国よりも、地震が起こりにくい場所として、代表的なのが、香港です。日本と香港で起きた、震度1以上の地震の数を比べてみると、日本の有感地震の回数は年に2179回なのに対し、香港は1979年以降の有感地震が約70回なので、年に 1,2 回ということになるっす。ゆえに、建築物の建て方や頑丈さも変わってきます。地震が起こりにくい環境にある香港は、日本と比べると建物に大きな違いがあります。一番の特徴は建物の高さ。世界三大夜景の一つに香港の夜景がありますが、綺麗な夜景の大きな特徴に高い建物があります。ビルだけでなく住宅も高く、日本人から見ると、地震が来たら大丈夫なの?と心配になってしまうほどです。現地の人によると、地震は来ないから高い建物を建てても大丈夫、とのこと。地震大国の一つでもある日本は、地震の少ない香港などと比べると、高い建物は少ないっす。高層ビルを建てる際も、地震に対応した建て方をしています。日本の建物には、地震の揺れに耐える耐震性能だけでなく、揺れを逃がし、建物を崩れにくくする制震装置、地震が起きて火事の二次被害を抑えるための防火材などが使用されているっす。いかがでしたか?当チャンネルの感想ですが、世界の中でも特に地震が多い国と言われていますが、だからこそ冷静な対処ができますし、建物にも様々な対策がされています。みんなパニックになるより状況を見極めてから行動した方が生存率が高いということをしっかり理解できています。被害が甚大であったことには変わりないっすけど、海外の人たちにちゃんと、あるべき姿を示すことができたんじゃないでしょうか。私自身としても、とても参考になったっす。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見てくれて、ありがとうございましたっす。